右、茅野大杉と天覧の大杉碑左、菅原神社の大杉の一本1915年頃の参道左右の社殿側の下肢の大杉と菅原神社の大杉及び鳥居側の2本の菅原神社の大杉計4本の杉、右端に鳥居の一部が移る1947年、第2回石川国体の際に立ち寄った昭和天皇、画像に含まれない下肢の大杉を見上げる、参道を挟む菅原神社の大杉は含まれる。下肢の大杉は石川県加賀市山中温泉茅野町の菅原神社境内にある杉の巨木、同神社に4本ある神木の一つで、国の天然記念物に指定されている。1947年、第2回石川国体の際に立ち寄った、昭和天皇が入念に観察したことから、天覧の大杉の別名がある、菅原神社境内にある4本の神木のうち、最大のものである。古くから著名であったため、樫野の大杉や茅野の大杉など、別表記も多い。1928年11月に国の天然記念物に指定された。指定名称は茅野の大杉である。樹高約 54.8 メートル、根元周約 11.5 メートル、標高幹周 9.6 メートル、地上高 4.9 メートルで、幹周 5.1 メートルと 5.75 メートルの2つに、分岐し分岐部直下の幹周約9メートルの二股の杉の巨木である。なお、境内に立つ他の3本の杉も茅野大杉よりは小ぶりながら、各標高幹周 8.8 メートル、6.65 メートル、7.8 メートルの巨木で2005年8月、菅原神社の大杉の名称で、石川県指定天然記念物に指定されている。この地域の原始植生時代の林層の残存との見方もあるが、4本の杉で長方形をなす位置関係、太さ、推定樹齢、土器の湿度等を勘案すれば、自然林ではなく、神を祀り植樹されたとも考えられる。明治、大正、昭和期の植物学者三好学が内務省の嘱託として1928年に樹齢2300年と鑑定、同年国の天然記念物に指定された。樹齢では及ばないが、屋久島の縄文杉や、米国カリフォルニア州、レッドウッド国立公園の木、世界一と言われる、セコイアの樹齢、大きさとも大比周る。神社横の高台の、上の価値と呼ぶ葉たちから、縄文土器も出土しており、有史以前から人が住み着いた土地と考えられる。大杉は、総体長が100本の木にまっさるとし茅野寺を設け、白山の妙理観世音大菩薩を祀り、平安の頃は、茅野社、明治5年に、廃仏毀釈で古文書を焼却し史実も明らかでないが、明治20年天神様を合わせて祀り、菅原神社とし、神泉領とも新指定者となる。古くは、平氏、源氏、朝倉氏、富樫氏の武将の多くが参詣したと伝えられ、大正寺川を挟む対岸の菅谷町へ渡る。平岩橋たもとの天井壁と呼ぶ、岩山の上に、柴田勝家の甥で帰化の佐久間盛政の家来の、茅野城と呼ばれた山城の土台石の痕跡があり、加賀平野南端が見える、この地の地勢から加賀一向一揆時代、朝倉氏時代、一揆平定の柴田勝家の時代まで、越前領地の東北端境であって、一揆約100年間加賀と越前の境で、翻弄の中にあったとも言える。栗原峠の戦いに続く篠原の戦いで、負傷した武士が千年の杉を目指せ、よもぎ草団子を食べよと二度の観音様のお告げから、傷を癒し無事に京へたどり着いたと伝えられ古来からの、地元では草団子を食す風習がある。1947年、第2回国民体育大会が石川県で開催の折、昭和天皇が当地を訪れ、樫野の青年の説明のもとこの大杉を見たことから、天覧の大杉とも呼ばれる。生物学者でもあった昭和天皇は、茅野から山中温泉へ、国道364号の砂利道約2キロを、徒歩にて帰る途中、道端の草草やその茎を手に取り観察し、存分に楽しんだことをその夜皇順皇后に、長電話したという。また途中後から来た地元のトラックが天皇を追い越すことができず、後から離れてついてきたが、しばらくしてそのことに気づき、先に行かせよと告げ、その運転手は大層恐縮の体であったなどの逸話もある。石川県には国の天然記念物の杉は3本あり、他の2本は大成寺川対岸の加賀市山中温泉、菅谷町八幡神社にある、下市の大杉とほぼ同じ樹齢とされる三つまた大杉、白山市吉野の五仏杉である。1968年から大杉の保護を目的にどもり施策を設け、翌年には落ちた種子から多数の若木が境内に生え、それら若木は県内外の希望者に配られたこともある。1983年石川県での全国植樹祭には大杉から採取された種子が、昭和天皇によってまかれその一本を移植して、境内に育てている。2003年から樹木医の勧めにより、境内参道の石畳の上に、木製の浮橋参道を設け4本の神木の健康を維持のためさらなる土壌保護を施している。ありがとうございます。